ウィリアム・シャーリーは、マサチューセッツ湾直轄植民地の総督を務めた、イギリス領アメリカ植民地の行政官である。また、1760年代には、バハマの総督にも就任した。ジョージ王戦総時に、ニューイングランドの民兵隊を招集して、軍事遠征計画の経験を得た。1745年のルイブールの戦いは、彼の名を一躍高か,から占めた。また、 フレンチ・インディアン戦争でも軍事面で主要な役割を果たし短期間ながら北アメリカ植民地部隊の総指揮官の任務についた。シャーリーはマサチューセッツを取り巻くアメリカ植民地と本国の間の困難な問題を巧みに裁き、マサチューセッツの総督としては最長の任期を務めた。サー・ウィアム・ジョンソンとの軍事関係の圧力や彼の後任のトマス・パウエルの政治的策略により、 最終的に解任され、晩年は、バハマの総督として赴任し、その後マサチューセッツに戻って死去した。入ッする公爵、トマス・ペラム・ホルズ、ウィリアム・シャーリーは、父・ウィリアムと母・エリザベス・ゴントマンの息子として、1694年12月2日に、イングランド王国のイースト・サセックスにある、プレストン・マナーで誕生した。ケンブリッジ大学のペンブルック・カレッジで学び、 その後、ロンドンのインナーテンプルで放送の仕事に携わった。1717 17年に祖父が亡くなり、オートホールと共に相続した、いくつかの基金で、ロンドンでの初期の食を購入した。同じ頃、フランシス・ベーカーと結婚し、多くの子供が生まれた。1720年には、法廷弁護士としてのでの訓練を受けた。シャーリーが相続した遺産の被害は、 かなりのものであったが贅沢な生活を送ったため、1721年の不景気では蓄えが底をついた。8人の子を持つ大家族でもあり、シャーリーは北アメリカの植民地に職を得る必要に迫られた。結婚によってトマス・ペラムイコール・ホールズと縁故関係になっており、このペラム・ホールズがシャーリーのその後の生活を後押ししてくれた。 ペラムホルズその他による紹介状を武器に1731年にシャーリーはボストンに着いた。ボストン到着直後に着いた仕事は検査官の仕事とニューイングランドでの直線弁護士の仕事だった。1741年にはマサチューセッツとロードアイランドの境界論争に関わる委員の職に就いた。この時期は議論きの総督ジョナサンベルシャーの任期の終盤でシャーリーは ベルシャーの公認となることを企み、推薦してもらえるよう、ベルシャーの反対派と組んで目的を達成した。シャーリーの代理として、イギリスで働く妻の助けを得て、1741年、ニューイングランド勢力の反、ベルシャー派は、ベルシャーの解任と、シャーリーの総督就任とに組織的に動いた。総督としての初めの仕事である、 議会で審議中の経済政策に影響力を持つことと、周囲を説得して自分への本法を掌握させることとはいずれも失敗に終わった。七百四十三年当時のアカデアの地図。ピンク色のイギリス領のバスコシアの左端にカンゾ、その右上の薄緑色の部分が、当時はフランス領でルイブールの要塞が置かれていたケープブレトン島。イギリスは安城戦争で、 フランスからアカディアを奪ったが、ユトレヒト条約では、ケープ・ブレトン島は、フランス領のままで、ヌーベル・フランスと大西洋岸のイギリス領植民地の、境界線もはっきり定められてはいなかった。ヌーベル・フランスの中心地に注ぎ込む、セントローレンス川という生命線を守るために、フランスは、ケープ・ブレトン島のルイブールに、強固な砦を築いた。ジェンキンスの耳の戦争に橋を発した戦争で、 1740年代の初期にイギリスはスペインと交戦したが、当初はフランスとは交戦状態になかった。1744年、フランスはイギリスに宣戦線布告し、フランス軍がノバスコシア本土北端のイギリスの漁港であるカンゾを襲撃した。カンゾの入植者はすでに英物が戦闘状態にあることに気づいていなかった。フランスの侵略戦はすぐさま、 イギリスと植民地の船の略奪を始めた。ニューイングランド植民地は自分たちの警護官と市役戦とでフランス戦を撃退することに成功した。艦臓で捕虜となりルイブールに投獄されていたジョン・ブラッド・ストリートが捕虜交換でニューイングランドに戻ってきて、シャーリーに報告書を送り、その中でルイブール取りデの打弱さを強調した。また、 メインで複数の事業を手掛けていたウィリアム・ボーンがニューイングランドに来てルイブール攻略のための遠征を提唱した。この時メインはヌーベル・フランスからの攻撃に悩まされていた。総督シャーリーとニューイングランド、ニューヨークの指導的立場にある行政官は遠征のための物資や兵員のほとんどを本国イギリスに期待した。ボーンとブラッドストリートは 植民地の総戦力でルイブールを攻撃したがっていたが、シャーリーはこの計画が現実的であるかどうか疑っていた。しかし、1745年の1月にマサチューセッツ高等裁判所にこの案を提出したところ、裁判所は案を支持する方向に回ったが、ルイブール攻撃の費用はイギリス本国が受け負うべきであるとし、本国にこれを強く要請した。 ウィリアム・ボーンは植民地の兵だけで迅速に行動を起こすよう提唱しており、漁船の船長や商人といったボストンの200人の主だったジェントルマンの名をリストアップした。シャーリーは高等裁判所に再度この苦間の審議に入らせ、ボーンの提案はウィリアム・ペッパーレルを委員長とする委員会に提出された。この委員会は遠征計画を好意的に報告し、 反対派が数名欠席する中、一票差で承諾された。ペッパーレルはシャーリーから遠征軍の指揮官を任され、不勝不勝ながら、それを引き受けた。ボーンは大佐に任命されたが、作戦面での命令を出す者がおらず、ジョン・ブラッド・ストリートがペッパーレルの軍事顧問となった。シャーリーは、イギリス海軍の西インド諸島部隊の代償、ピーター・ウォーレンに支援を依頼したが、ウォーレンは、 艦隊の艦長たちが任務の遂行に宿泊していたため、丁寧に辞退した。イギリス海軍の支援がなかったにもかかわらず、ニューイングランドの遠征隊は1745年3月、ルイブールに向けて出発した。90隻を超える輸送艦に4000人以上の兵士を分譲させ、12隻の植民地の護衛艦とともに艦蔵を襲い、ガバラス湾の氷が消えてしまうまで、 そこで待機した。この艦臓は、ルイブールの近くにあり、部隊を上陸させる場所として選ばれた。遠征軍は、ウォーレン指揮下の4隻のイギリス艦隊と合流し、4月22日に、ルイブールへ向けて立った。シャーリーは、ルイブール遠征の支援を探していて、入荷する公爵ペラムホルズとも連絡を取り、入荷する公は、ニューイングランドの遠征軍を支持すべく。 部隊を融通するようにとの命令をオーレンに下したのだった。ルイブールに上陸するニューイングランド軍、ニューイングランドの4000人以上の部隊は4月30日にケープ・ブレトン島に上陸し、取り出の包囲戦を始めた。その魔法はイギリス艦隊により封鎖された。ニューイングランド軍は戦闘で敗北を喫するようになり、一方で、 アメリカの軍に低い評価を下していたイギリス海軍の士官たちはニューイングランドの苦戦にますます批判的になっていった。ウォーレンはニューイングランド軍を制御しようとしたが、ペッパーレルはこれに反抗した。6月17日、ルイブールは陥落し、ニューイングランド軍の戦死者、病死した者、あるいは包囲中に海で死んだ者は180人だった。また、 イギリス海軍は一度も取り出に向かって、砲撃をせずに終わり、犠牲者も水兵が一人だけだった。ルイブールを占拠したのが、ニューイングランド軍であったため、アメリカとイギリスの摩擦が大きくなっていった。フランスの降伏条件は、持てるものを持って行っていいとの許可が下り、このため、ニューイングランド軍には何も戦利品がなかった。他方で、イギリス海軍は何隻かのフランスの船をだし。 上陸許可を得たイギリスの水兵たちは分配された戦利品で懐が豊かであることをニューイングランド軍に自慢した。ニューイングランド軍はルイブール攻略のための契約であり、兵士たちは戦いが終わると帰国できるものと思っていた。イギリス本国の政府はニューイングランド軍が自力で攻略できるわけがないと信じていたため、砦の駐在部隊を送ることを考えていなかった。 次の冬が終わるまで交代のイギリス軍が来ないのが明らかになり、シャーリーはルイブールまで出かけて部隊を安心させた。彼の最初の演説は何らこうそうせず、一部の部隊はほとんど暴動状態だった。二度目の演説で、シャーリーは他の部隊もすぐに送ること、そして兵士の報酬を引き上げ、春まで駐屯する兵士たちに今までよりもいい物資を送ると約束した。 イギリス本国から与えられた栄誉は、さほどのものではなかった。ペッパーレルは順弾尺となり、また、シャーリーと共に、イギリス陸軍の大佐に就任して、連帯を指揮する権利を与えられた。そして、ウォーレンは、海軍少将に昇進した。1746年、ニューイングランドの部隊がやっと、ルイブールから帰国できることになったため、イギリス政府はその年に、 カナダに攻撃を仕掛けることにした。しかし、攻撃が行われたとされるその後まで、アメリカ植民地の士官には、この攻撃計画については知らされなかった。8000人近い植民地の部隊が、即座に召集されたが、その年の暮れになって、植民地の住民は、この攻撃の中断が決定されたことを知った。長母隊による18世紀イギリスの強 イギリス海軍は長きにわたって艦隊の任務に無理やり入植者をつかせようとしていた。この強制帳募はイギリスでは長い間の習慣であったが、アメリカでのこの方法の適用は入植者から反発された。1702年にキャッスル島のウィリアムトリデからイギリス軍艦スウィフトに砲撃が加えられたことがあった。スウィフトが強制帳募したばかりの男6人を連れて、 ボストン港を出港したからだった。植民地側の不満の結果、1708年にイギリス議会はアメリカ植民地での強制帳簿を禁じた。イギリス海軍はアメリカで強制帳簿免除が施行されたのは安城戦争の間だけだったと主張し、海軍の艦長たちは実際にアメリカ植民地の総督たちに強制帳簿の免許を適用せざるを得なくなった。 1745年の11月の末、長母隊とボストンの下宿屋に寄居していた数人の水兵との間で喧嘩が起こり、水兵のうち二人が致命傷を負った。長母隊のうち二人は殺人で告発され、有罪判決を受けた。しかし基礎は無効とされて釈放された。その二年後、イギリス海軍大将で攻略後のルイブールの総督を務めているサー、チャールズ・ノールズが、 自らの部隊の任務のために多くの強制重保した水夫を乗せてボストン港を立った。300人のボートと化した一団が3人の海軍士官と士官代理を取り囲み、士官代理を殴った。彼らはその後、シャーリーの家に行き、ノールズに重保された者たちの釈放を要求した。シャーリーは民兵を召集しようとしたが、誰も応じようとしなかった。 シャーリーはこの海軍士官を家に入れることにどうにか成功し、結局ボートは去っていった。その同じ日、シャーリーは集会議事堂へ向かった、ボートは今度は数千人規模となっており、タウンハウスを攻撃し、建物の窓の多くを壊した。シャーリーはボートたちに話しかけ、彼らの要求をノールズに伝えると約束した。ボートたちはイギリス軍の艦を見つけて、 焼くためにその場を去っていった。その日の午後、シャーリーが家に戻ると、ボートたちが自宅に向かっていた別の海軍士官と数人の貸士官を取り巻いていた。シャーリーは自分の家を守っていた大勢の武装勢力に命令し、ボートたちに銃を発射するよう命令したが、ウィリアム・ペッパーレルがそれを制止して、ボートたちを説得して立ち去らせた。 ボートが立ち去るまでの間、ノールズが自分の部隊を使ってボストンを砲撃すると脅した。結局ボートたちは人質を解放し、ノールズも重宝したスイフを自由にした。シャーリーの総督としての人気は落ちていった。サミュエル・アダムズが編集し、ガマリール・ロジャーズとダニエル・フォールが出版した、ジ・インディペンデント・アドバタイザーは定期的にイギリス政府とシャーリーの行政を批判した。 この新聞は、シャーリーがイギリス政府の交換に送ったアメリカ植民地に批判的な内容を綴った手紙を載せ何度もシャーリーの解任を迫った。ボストンでも著名な医師であるウィリアム・ダグラスは、ロジャーズとファウルが出版を受け負った一連の冊子で、シャーリー、大将のノールズ、そしてルイブールの作戦と選挙の指揮を攻撃した。シャーリーとノールズはダグラスを告訴したが、 はい、そした。アメリカ植民地にはもう一つの論争があった。それは、ルイ・ブール遠征とイギリス陸軍が駐在するまでのニューイングランド軍の駐在費用のイギリス本国による店舗だった。イギリス政府のアメリカからの店舗要求に対するイギリスの返事は時間がかかった。返答を待つ間、店舗金をどう利用するかが新聞や冊子で論じられた。サミュエル・アダムズのように、 その金をロンドンの銀行に預け、植民地の紙幣として戻ってくるように役立てたらいいという主張もあった。他に、ウィリアム・ダクラスやマッサチューセッツ会員議長、トマス・ハッチンソンが主張するように、その紙幣を打感して、マッサチューセッツに基軸通貨をもたらそうとする動きもあった。1748年、アーヘンの和訳で、ルイブールの取りはフランスに返還された。イギリスは、 大枚は大たにもかかわらず、フランスにルイブールが戻されたことを植民地に黙認させるために店舗金の問題を保留し続けた。その間シャーリーはセントフレデリック取り出の攻略のため資金を調達しようとしており、このために多くの紙幣を吸った。この作戦は他の植民地が支援に失敗した時点で却下されたが、結果としてインフレーションを招き、これによって 有名な商人であるサミュエル・ウォルドをはじめ、シャーリーの支援者たちが総督批判に回った。ルイブールがフランスに戻されたことで住民のシャーリーへの不満は高まり、シャーリーはイギリスのアメリカ植民地への陰謀の共犯とみなされた。ウィリアム・ペッパーレルでさえ、シャーリー解任の大勢の住民側に組みした。イギリス政府に向けられる不満から自分で身を守る必要を感じたシャーリーは、 1749年9月にイギリスへ渡った。その後ほどなくして長いこと保留されたままになっていた。テンポキ金がボストンに届いた。モノンガヘラの戦いでのブラドックの死アメリカ植民地の批判を切り抜けた後、シャーリーは1750年にパリの和平会議に派遣された。この会議は英仏双方の強硬派が仕切っており、シャーリーは ニューイングランドとヌーベルフランスの境界論争を決定することができず、1752年にロンドンに戻った。パリで住んでいた家の親の娘と結婚した。彼女は一部のシャーリーの子供たちよりも年下だった。シャーリーは新しい総督の職を探したものの、1753年にマサチューセッツに戻った。妻はイギリスに残してきた。 マサチューセッツにおけるシャーリーへの反感は彼がイギリスとパリにいる間に沈まっていた。その後すぐシャーリーはヌーベルフランスとの境界で起こる紛争の増加に対応するためにメインへの遠征を計画した。1755年、エドワード・ブラドック将軍の元2つの連隊がアメリカに派遣され、ブラドックはシャーリーを副指揮官に任命してナイアガラトリでの攻撃を命じ、一方、 ブラドックは、デュケ刑の取りで攻略に向かった。しかし、シャーリーのこの作戦は、失敗に終わった。このため任務を解かれ、反逆行為と無能力の攻めを問われるべく、イギリスへ戻った。1755年7月13日にブラドックが戦死した。この時、シャーリーの息子のウィリアムも共に戦死している。シャーリーは、マサチューセッツ総督に加えて、 イギリス軍の臨時の指揮官でもあった。この時、彼の部隊はアカディア人の追放でチャールズ・ローレンスの支援に回っていた。これは12000人以上のアカディア人のノバスコシアからの強制退去であった。アカディア人を乗せた船の何隻かが1755年12月の初めにボストンに入港したが、シャーリーは彼らに上陸させないように命じた。冬が過ぎ、 三ヶ月経った三月までアカディア人たちは船に乗せられたままで寒さと栄養失調で半分が死んだ。1758年の終わり、シャーリーはバハマの総督に任命された。これは1759年始めまでに着任しなければならず、この就任と同時に陸軍中将に昇進した。長い時間をかけてバハマにたどり着いたのは十二月十一日のことで、 その時彼の船は座礁して難破した。最終的にナッソーに無事に着き、当然のように力による政治を行った。バハまでの行政は、のんびりしていた。総督が一番機を使うべき仕事は、島にいる密輸者への対処だった。一部の不法貿易と戦うために、本国政府に、ナッソーには自由貿易港が必要であると、利面工作をした。シャーリーは、 この工作への影響力があったが、ナッソーでこれが受け入れられたのは彼が去ってからのことだった。彼はまた皇帝の修復も指導した。また、ユスプグの基金による教会の建築も推進した。1765年に妻のフランシスが亡くなり、子供たちをイギリスに連れて行った。そうすることで子供たちがそれ相当の扱いを受けられるからだった。シャーリーはバハマに戻って、 その直前に制定された飲酒条例への抗議に対処しなければならなかった。彼が地元の議会に公式書類に飲酒の使用を提案したところ、それに反対する反応があまりにも凄まじく、シャーリーはそのため議会を解散した。その次に議会が開かれたのは飲酒条例が廃止されてからだった。シャーリーの健康は衰えていき、結局、 1767年11月に息子のトーマスが総督職を引き継ぐことになった。シャーリーはボストンに戻り、ロクスバリの昔住んだ家に居を定めて、娘とその夫と同居した。1771年の3月24日、シャーリーはそこで亡くなり、葬儀は国葬で行われて、ボストンのキングスチャペルに埋葬された。シャーリーは常に熱心な王答派だった。 1755年の8月15日、ロンドンの高官にあてた手紙で、アメリカの植民地が独立を宣言した場合、いかなる脅威でも至ってたやすく出し抜いてみせるとしている。すべての戦闘では、強力な海軍がなければ、独立といったものは維持できない。海軍は、イギリスの力であり、アメリカ人には持たせない。国王陛下が7000の部隊をアメリカに、五代湖に配置され、 その結果、6つの植民地とインディアントが自由にそれを使える。これは、至って簡単に思える。総督や植民地の交換は、生き延びるために議員から距離を置く。一般的に彼らは、用心深い、地位を奪われないようにするためであるシャーリー・ユースティス、ハウス息子のトーマスは、イギリス陸軍少将となり、1786年に、順断尺となって、 バハマの後にドミニカとリーワード島の総督を務め、1800年に亡くなった。他の子供たち、ウィリアム・ジュニアは1755年にエドワード・ブラドックの軍に従軍していて、モロンガ・ヘラの戦いで戦死した。1747年から1751年の間、シャーリーはロックスバリに家族のために家を建てた。これは、シャーリー・ユースティス・ハウスと呼ばれており、 1763年に娘と娘婿エリア・キム・ハッチンソンのためにそれを売った。この家は今もシャーリー・ストリートの33番地にある。大部分が修復されて一般に公開されている。ユースティスとはやはりこの家に住んだアメリカ合衆国マサチューセッツ州知事のウィリアム・ユースティスの名を取ったものである。マサチューセッツ州のシャーリーはシャーリーが 総督の時に建てられた町である。マサチューセッツ州にあるシャーリーポイントも彼にちなんでいる。1753年、シャーリーはウィンスロップにタラの魚場を作るための援助もしたからである。また、ノバスコシアのハリファックスのシャーリーストリートにもなお残している。この通りはウィリアム・ペッパーレルにちなんでペッパーレルストリートとも呼ばれている。ありがとうございます。